手に取るのはいつも自分買って見たら来日者驚いた。出版するのは年間6冊のみ。あんまり外れることがないというか、すごく力のある出版社だと思います。創業してわずか7年、社員はたったの6人です。しかしその出版社から出る本は次々とベストセラーに。その背景にはたくさん働いている成果も出しているのに自分の頑張りと幸せが比例しない、おかしいやんってだんだん思ってきた。怒りの方が強かったですね。いい本を作り多くの人に届けるために、僕たちほぼ今残業していません。それでも売り上げが上がった。たどり着いた新しい働き方の形とは。兵庫県明石市、今年2月、市内である出版社の講演会が行われました。ではよろしくお願いします。ライツ社の大塚です。ライツ社の代表で編集長の大塚圭志郎さん。出版業界やったら書店なんですけど、大塚さんが立ち上げ明石に拠点を置くライツ社は創業7年、社員6人の小さな出版社です。出版社のほとんどが東京に集まるとされる中で、地方からさまざまなジャンルの本を全国に届けています。驚くのはそのヒット率。ライツ社の本のおよそ7割が一般的にヒットの基準と言われている重版となるほか、数々の賞にも輝くなど今業界注目の出版社です。本を作る上で決めているのは一つだけ。見たこともない本を作ろう、日本で初めての企画を作ろう。医者でも介護者でもなく、当事者の視点から認知症の世界を描いた一冊は17万部を超えるベストセラーとなりました。明石にある小さな出版社がなぜ数多くのベストセラーを生み出すのか、その秘密は企画力だけではなく働き方にも隠されていました。日本で初めての企画だったり見たこともない企画なのですごく時間がかかる。だからそう、ノルマと入稿日をなくした。ライツ社には社員へのノルマがありません。その分一冊一冊に時間をかけて作っています。ノルマがあるからといっていい本ができるかといったら絶対逆だし、納得いくまで作る方が気持ちいいし、きっと本になった時に読者にも伝わるし。年間7万点もの新刊書籍が世に出回る中、ライツ社が出版するのは年間平均6冊のみ。決して多くありませんが、こんな利点も生まれます。ビジネス書と微妙な感じ、ノンフィクション的なところがありますね。1回の営業で売り込む本が少ない分、限られた時間の中でも一冊一冊の魅力をたっぷり伝えられ、その先の売り方まで話を広げられるのです。その一点にかける思いというのか、本当にちゃんと売ろうとしているし、ちゃんと届けようとしているというのがもう会うたびにひしひしと感じるというか。多分年間平均6冊しか出さないっていうのはとても異常なことです。1冊のために作る時間も営業する時間も広報する時間も単純に時間がかけれたらそれは売れるよねって思っている。会議や面談など一般的な会社のルールもありません。企画書を作ることもなく、気になるネタは LINE でやり取り、修正点などもその場でざっくばらんに話し合うスタイルです。この働き方の裏には、大塚さんが以前勤めていた出版社で感じたある思いがありました。前の会社は若い会社だったので30の時点で結構部長とかになって偉くなってたんですね。気づけば僕は編集者で本を作ることがしたいのに、なんか本作ってる時間週2で、あと週3なんか全体のための会議、内向きの仕事ばっかり増えていく。僕たちは世の中に面白い本を送り出したいのに外向きの仕事をできていない。それを全部なくしたのが今のライツ社なのかなと思っていて。
今は社員一人一人のライフスタイルに合わせた働き方を実現、本作りに集中できる環境がいい循環を生み出しているといいます。本当に本作りとか必要なお仕事がちゃんとできるっていう感じはします。僕たちほぼ今残業をしていません。それでも売上が上がった、ありがたいことにボーナスもたくさん払うことができた。みんな本当はもっといい仕事がしたいのに、いい仕事ができない環境が会社にある、おかしいと思いますね。本当に帰ります。出版社を立ち上げ7年目、新たなジャンルの出版に挑みました。明石の出版社だからこそ作りたかった本です。はい、すいません。あ、ご苦労さまです。すいません、どうも。すいません、いろいろとほんまに、あ、注文の料理店でいや、もう最高の。先月末で退任した泉房穂前明石市長の半生を書いた一冊。基本的にはもう社会の変え方っていうタイトルと、はいはい、日本の政治を諦めていた全ての人へっていうメッセージがもうシンプルに伝わる、はいはい、あ、感じやん、もう買いたくなるやん。多分市長さんにありがとうとかお疲れって言いたい人多いと思うんですよ、ね。まあ、僕もそんな気持ちやし、その機会にもなるから、このタイミングはすごいいいなと思う。明石でそのまさにライツ社が立ち上がったことを知った時にもう感動して来いと思ったわけ。必ずライツ社から本が出ると思って、でも自分から声かけずに来るの待ってたわけよ。ほんとはやっと来たから、私書いた本正直押そうと思って。でもすごいベストセラー出してるやん。もう本当にそういう意味では別に東京でなくてもやれることはやれるんだという、まあ、その可能性の中の一つに私の本も入れていただくと、まあ、本当に嬉しいと思いますね。はい、多くの人の届くといいですね。そうですね、ちゃんと立ち見せんと買ってくださいね。さらに絵本児童書の制作にも乗り出しました。はい、絵本です。名作が多く新規参入が難しいとされるジャンルです。数々の賞を受賞しているミステリー作家知念美希人さんとタッグを組み、小学3、4年生から読める児童書を発売します。子供が初めて自分で選び手に取る一冊になってほしいという思いを込めています。買うかどうかを判断してもらう。せっかく絵がいいのに情報量が多すぎて絵が全く入ってこないのに、ほんと一瞬見た瞬間にミステリークラブって言葉がバッと人が認識できるレベルじゃないともう表紙としては負けなんです。もうその時点で売り上げ負けるんで確実に。何百冊もある中でこの本を読みたいと思ってもらう、そこが勝負なので、やっぱりこの状態ではいろいろまだ足りないですね。で、超不安ですね。僕らって多分今品定めされている状態、本気ですかあなたたちの出版社は子どもたちに対してっていう状態で、多分本気ですってこの本で伝わらないといけない。売れないってことは面白くないってことだと思うので、なんだろう、自分たちが面白いって思うものを面白くないって言われるのって怖くないですか。自分たちの存在意義がそのまま本なので、だから売れてほしいと思いますね。うん、おいしいですね。食べよう。できました。無視されます。休日、家で昼ご飯を作るのは大塚さんの担当です。パパのどんなとこがかっこいいなとかある？髪髪型。仕事が結構忙しくても土日は基本家族で遊びに行くように開けといてくれたりとか。家族との時間が何よりの原動力です。しかし以前の職場ではその時間も取れないほど遅くまで働く日々が続いていたといいます。
誰かと喧嘩した、誰かのことが好きとかっていうのを今毎日聞けてるんですけど、多分前やったら聞けなかった、そもそも何が好きなのかとかさえわからない。帰るのは深夜0時を過ぎ、見るのはいつも子供の寝顔。その一方で業績悪化を理由に給与カットも告げられました。頑張っても頑張っても何も良くならなかった。働き方も暮らしも生活スタイルもですよ。本当にどれだけ頑張っても余計に仕事の量が増えて、帰る時間が遅くなって給料が増えなかったんですよ。もう意味わからなかったんですよね。自分の頑張りと幸せが比例しない感じっていうんですか、が嫌だった。嫌でしたね。会社は好きでしたけどね、30歳で会社を辞め、すぐにライツ社を立ち上げました。編集者として社員たちを守る会社のトップとして、同じ環境を繰り返さないという強い思いが今のライツ社を作っています。何のために働くかとかは、まあ、それぞれであっていいと思うし違っていいと思うんですけど、まあ、その目的に対してかけた時間がちゃんとお金になって返ってくる、あるいは心の満足になって返ってくる、等価交換だよね全てはっていう働き方を自分もしたいし社員にもさせたいとは思いますね。1月下旬、社会の変え方は全国の書店に並びました。嬉しいのとめちゃくちゃ緊張する。真っ当に作ったというか、売るために派手にするとかしなかったので、できるだけ誠実な方にしたくて、なんで佇まいはすごくいいなって思います。はい、すみません。あ、すみません。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はお世話になります。ありがとうございます。こんにちは。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。サイン会などで読者と著者をつなぐ場を積極的に作っています。あっち向いてる。はい、はい、どうぞ。なんかパワーがあるので、エネルギーをすごいいただいてた感じがします。ただいま明石市長。やっぱ嬉しいですよね。僕らって書店員じゃないので、あんまり読者の方と会う機会がないから、誰に届いてるんだろうっていうのが分かるから、それでまた頑張れるというか、じゃあ次どんな広報をしようとか、それこそどんな本を作ろうとかっていうふうにつながっていくっていう感じですね。興味のあるのがみんなライツ社、まず企画が面白い。これがいかにも綺麗な本になってますよね。こういうのは派手ですね。すごい細かいこだわりがいっぱいあるんだと思います。ありがとうございました。よく次の目標を聞かれるんですけど、このスタイルを続けるってすごい大変だと思っていて、結構奇跡みたいなことをちゃんと帰ってちゃんと本を作って、家族も出版社も作家も読者も書店もハッピーってすごい難しいと思うので、まずは続けたい。でその上で50万部100万部いったらグーの音も出ない出版社になれると思うので、そこはまずは目指したい。でその先に読者がいて子供たちがいて、もうこの本の続きもっと読みたいっていう本を作れるように頑張りたいと思ってます。ライト、ライト、ライト、3つのライトでライツ社、これからも各力でまっすぐに未来を明るく照らしていきます。お疲れ様でした。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。